す。うい。今日は。ここです。塾長。塾長の今日は。何釣りですか？今日は SLJ とアルバ。あの聴講会ね。聴講会ですね。うん、なんか聴講会の。ヒント高くね。高いです、ちなみに一昨日もそうだね、一昨日もそうだった、はい、やりました、まあまあでもありがたいお話ですよ。そうです、女神もいますから。あー、マドンナでーす。何しに来たんですか。縁起のいい船だもんね、ここ。はい、そうね、釣れます。20キロオーバー釣った船だからね。そうそうそう、はい、まあまあそんな感じで、あ、そんな感じで頑張っていきましょう。行きましょう。はい。何でも聴講イベントでお前安藤の世話しなきゃいけねえんだよ。お願いします。今日まず目標は何すか。目標、はい、もう魚の顔が見れれば俺は今日はいいよ。まあ全員安打だね。まあそうですね、みんなが準備してて全員安打で釣れることが今日の目標かな。タイも SLJ も、ね、今日釣れなかった人は罰ゲームだね。この船で坊主はないっしょ。塾長から怒られますもん、ね、怒られるよ。それと怒られるって言うとまた怒られるから、ね、タオ君そういうのやめてとか。じゃあ皆さん今日よろしくお願いしますね。お願いしますね。頑張りましょう。テイク2。テイク2。はい、なんでなんだよ。今日俺こんだけだから。いや少ないっすね。少ないでしょ。で今日ねちょっと試したいことあって、はい、試したいことですか。そう、なんかわざとらしいんだよ、そのテイク2なんですよ。おい、やめろよ。あのさ、よくイベントとか彫刻会にも来たことあるんだけどさ、はい、イチ君ってわかる？あの、長崎のお客さん。そうそうそう、はい、あのね、の奥様が考案したユニット、はいはい、スイカアリ、スイカでしょ。はいはい、確かに黒と赤と緑。そう、これこの間ねイベントで持ってきてくれたから。あ、逆にプレゼントされたっていう。そう、あのユニット作って持ってきてくれた。じゃあもうそれで釣らなきゃいけないですね。そう、だから今日これでやりたくて。鱗漬け。そう、 OK、 テクツ。テクツ OK。 全く釣りしない奥さんでその人が考案したらしい。これで釣れれば商品取れる。確かに、確かに、そうそうそう。これいいよね。いいっすね。これイカ食いの時にはいいじゃん。いい感じのボリュームだし。マジマジだ。でカーリーを多分カットしてるんだよ、はい、カットしててカーリー2つついて、これやばくね。やばいっすね。ファイヤービール。これで今日釣る。釣りをしない奥さんが、はい、っていうのがまたいい。あ、いいっすね。イエーイ。目玉っちゃう。お昼が干潮ですね。今ちょっと潮は上ろうとしてますね。ほんま1とか2ぐらいで風で押されてる感じですね。今ね、やっと風に20メートル船が押された感じで、ちょっとじっくり行きましょうかね。おめでとうぐらいかな。なんでみんなこうやってて当たんないってことは、立ててやってみてもいいか。そうですね。店長がどっちかって言ってましたね。バーチカルで探るか、出すか。ちょうど潮と風が引っ張り合ってますね。もう今ピタッと止まってます。ちょっと辛抱してね。辛抱だ。これはちょっとご飯かな。早いな。お、お、すごい。宮本、いやいや、いやいや、まず釣り上げてから言ったら。バラさないでよ。もうバレんけん。カシプレさん、フィッシュ。ファーストフィッシュいただきました。揚げてからいいですね。でも結構肩良さそうですけどね。歌ってたら来ましたね。やっぱさっきってこういうことっす。あと15メーター。OK。マオさん。中東からの。おい、ナイス。イエイ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 。おめでとうございます。シャッシャッ。朝からうざいね。ただうざいから。でかいでかい。ちょっとカシプレさんらしくないじゃないですか。来ちゃいました。
やらかしました。これ糸持って。いやーやったぜ。やったぜ。ナイスフィッシュ。すごいだろ俺。びっくりするな。編集でこうなってる。やったぜカシプリさん。やったぜ。やったぜ。いやいや。目玉。目玉です。目玉ですね。やったぜ。オッケーオッケー。じゃあ船長写真お願いします。オッケーオッケー。幸先いいですね。オッケーオッケー。らしくないな、カシプリさんがまずファーストヒットなんて。最後まで釣れないでさ、イジイジするのがカシプリさんとパターンなんだ。空気読みねー俺。触った。本当ですか。かけてよ。触った。意外と平らばチェンジしないんだな。いやいや、コロコロゴロゴロしてるから釣れないんだよ。釣れない人の特徴はね、よく変える。人流し目だよ。人流し目なんすか。人流し目でまだ 100m も動いてないのに。あ、それなんすか。動いてないんだ。そうだよ、動いてないのに変えるバカ。なに、また来たの。マジで。すげえ。はいか。じゃあ泣いたい。え、ちなみに誰か当たった人います他に。当たってない。当たってない。マジか。いや、これでどういうこと。ダメ君のさっきの勘違いだ。勘違い。そうかもしれない。そうかもしれない。多分波だよ。え、抜けた。ナイスナイス。よっしゃ。うんともすんともなしです。ない。今日は自由だったんでね。釣れてもいいと思うんですか。ちょっと全く止まってますね。やっぱり完全なゼロノットですね。潮はね、行ってるんで止まってるんですけどね。ちょっとね、同じメーター数でずっと止まるならちょっと軽くしてどんどんこう出していった方がいいかもしれないですよ。同じ場所ずっとやってる感じです。え、あー、嘘やん。何してんのよ。そんなことある？確定からのすぐやったけど、でもタイじゃないんだ。タイだよ。通常運転。通常運転です。嘘。おお。お、ほらやっぱり。おおおお。どれだった？やるやん。ちょっと固まって出てきます。2メーター浮いてます。基本底ベタ浮いて2メーター。俺まだ違和感も感じてないっす。あら、コンタクトも、あ、来てる。え、ついてるんですか。え、あ、なるほど。なるほど。やったぜ。しかもスイカーリー全部やられてる。スイカーリーボロボロ。山田さん、俺ネクタイ忘れた。残りネクタイあと1個しかない。結構ヘッド軽くしませんでした。80にした。みんな当たりトロフィッシュ無言ですよ。いや、ひどかったの一昨日のさ、イカメタルの調校会。イカメタルってサオタクずっと見たやんやけど、うん、一言もみんな喋んないから。もうね、二度とイベントではイカメタルやらないと思って。ちょっとあげましょう。止まったまんまですね。いっぱい高いだろ。いや、船長が軽くした方がいいよって言ったの。60とかでも余裕で軽くします。これ、ね、ライナタレが 200m 出てもいいですよ。船長が軽くしろって言ったんですか。軽くしなきゃ。30g のブレード投げようかな。いや、おお、はいっすか。え、取れた。厳しい戦いだな今日。やっぱそうなんすかね。ただ地合がただ今じゃないっていうだけやな。まあそうだと思う。船動けは釣れると思うけどね。そうっすね、動いてねえじゃん。風こんなにあんのにな。だから潮が緩んだら動くってことでしょ。そうっすね、今お互い喧嘩してるからって。100メートルから前に出ねえな。あ、よくないですね。あっ、
待って。これはタイヤ。本当に？本当に？あー、タイヤ見えた。グー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 。あーおー。やべえこれ。ユニット終わった。終わった。なくなった。タイヤはもうできない。マオさんと祀ってたりするか。そのままフグの口がイーに触れちゃえばいい。やめてそういうことですよ。しゃ坊主回避したぜ。坊主回避したぜ。俺フグじゃなかったよ。違うし糸よりやし、糸よりだったし。いいな。はい、ちょっとあげましょう。ちょっと沈線の真横につけてみましょうかね。真横にまたつけてます。63m。わお。風が弱まった分ですけどね、ちょっと上り出しましたね、風が。ほんま1ですけど。事後報告。今取れた。マジ？やべ。俺の唯一の取れたマシ。やべ。切れるぞ、マオ君が。切れるぞ。これマジで放送の時ねかったらちょっと。完全にやべ。もう一匹釣りゃいいんだな。そういうこと。もう一匹釣りゃいいんだ。もう一匹釣る。取れてなくてももう一匹釣ればいい。お？うん？お？ちょっとガスプリさん。マジ？タイですか？録画のチェックしてもらいます、ね。そろそろ充電が切れるから、ね、目の前で充電切れてほしい。何？いや、根じゃなくないですか？タイ。タイ。レッツー。タイタイタイ。イエーイ。オッケー、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 二枚目。はい、もう。ボールだったって。ボールでいい。完全ボール。10メーターしか右にずれてません。相当だ。娘って難しいな。出せ！お、来た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 。来た来た。それタイでしょう。泣いた。泣いた。結構、いやでも結構持っていきましたよね今ね。しかもすっげー待ってたのに。マジか。針ビンビンだけどね。ちょっと上げておきましょうか。またちょっと完全に止まってます。ちょっとずらしますね。面白いことやっとけ。はい。おい、なんか釣れたらしいです。ちょっと待ってください。悪い魚なのに。ちょっと待って。え、ぶちまがり。どこ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 、ぶちまくり。ゆがかり。あ、最初だって魚っぽかったですね。は、潜られたところ。入ったもん。入ったー。切れとる。切れました。切れました。お、来た。ち、来た。あ、マオくんどや顔。え、マオさんが来た。ナイスエソ。ESO ナイスで、今なんまだ釣れてない。あ、いや、うん、なんかそのそうですね、あの記録的には残ってない。いや、ボスでしょ。ESO 2枚釣ったもん。違うから、タイ釣りだから。タイ釣ってないでしょ、まだ。でも、そうですね、多分でも船中一番ESO 釣ってる。いやいや、そういうんじゃないから。そういうんじゃないから。ちょっとね、イサキのエリアの隣り合わせのところちょっと移動しますね。インパ縛りたい。やっぱ思うこと一緒ですよね。1分も思うかぐらい、1分ぐらい1本縛るか、割り切っていくか。もしくはイサキの先端に向かう。
ありとは思いますけど、軽いのでどん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 横にしていくのもありと思います。来るね。おおおおお、優しく優しく、大事に大事に。ここで来てタイじゃなかった。え、お前も、え、ノイタ、なんだ。多分次こういう流れにこっちに来るな。来るよ来るよ。でも叩いてるよね。レンコ、レンコ、レンコ、貴重なレンコだから。はい、しかもブレード、はい、タイヤの中ブレードで、せー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 、はい、なんか釣れそうなんだけどな。なんか釣れそうになってきた。マジ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 、レンコマジで釣れそうだよ。だってちゃんと結構前で出てる。そう、糸出てってるもん。え、そんぐらいで出した。出す出す、バンバン出さないと。だってじゃないと船が動いてないんだから。同じとこやってるだけなんだから。すっげえ出るなと思って。どんどん刻まないと。来ました来ました。おお、フレッシュ来てるな。おお、すげえ走ったんですよ。めっちゃ耐えた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 。おお、なんでなんで。おお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 、チャンスだぞ。みんな落として落として、チャンスチャンス。え、なに取れた。切れた。あ、やばいな、この、これ向こう行った方がいい。ちょっとずつ、ちょっとずつ。すいません。来た？やばー。なんだ、向こう行った方がいいな。ちょっとずつ、後ろに行こう。はい、こっちで一人。そして、こっちも。あとどんぐらいですか？20メーター。残り20メーターが分かったら教えてください。20です。あ、もう20みたいです。はい、F。F。一匹は匹ですから。いい。カーリーは無事だった。お、ニコさん来た？了解だ、来た来た。次どっち？ないの、俺だけ。はい、ナイスクール。まあ一匹一匹です。ありがとうございます。え、そうなの？これタイだった。タイだった。安なら60。そうだよね、そっちに行ってるもんね。そうなん、うん、じゃあいっか。そうやん。あと半分。この前回のジギングに来てヤズ10だった俺。青物ポーズだった。あー、これヤズだね。ヤズね、ズーだ。じゃあ、上がってる。ちょっと待って待って上がってる。上がったの。待って、俺のいいところ。まあ確かに前から後ろまで来るってことは初ですよね。まあまあ、でも一匹は一匹ですからね。そうですよ。あ、見えた。見えました。見えました。よっしゃ、すみません。はい、お騒がせしました。ういズー、ヤス。えいえ、ズー君、ヤス。ズーでしたね、ズーでしたけど、まあ、楽しいズーでした。えい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 え。ナイスズー、イエーイ、ナイス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 。タングステンで、タングステンのキューティグリーン、キューティグリーンで、シャー、ナイスズー。おめでとうございます。食べ頃サイズですね。あげておきましょう。